光線様。私はここまででございます。なぜだ長生、ここからではないのか。私はお父様のご恩に報いるため仕込まれた毒、王仙様のおそばにあるべき女ではありません。俺がそれを望んでもか。分かった、俺はお前の望みを叶える。だが一つだけ俺に約束しろ。生きろ。毒でも親の手駒でもない、ただ一人のお前として。さらばだ挑戦。ありがとうございます、王仙様。私は生き続けましょう。いつまでもあなたのお心と共に。